に省略されるというこの便利さ、この響きだんだんっていう概要欄を充実させて何もコメントできないようにしよう。やばすぎる。ニエトのチャンネル、単純に気持ちいいですか？別に気持ちよくない。概要欄読めってわけじゃないんだよ俺は。なんかまあ概要欄読んでくれるのがベストだけど、別にそんな俺も実際そんな概要欄読まないからさ。まあでも質問するときは読むけど、多分質問するときには読むぐらいで、普段は読まないんだけど。質問をなんていうのされたときに、なんか概要欄の質問だと、まあ概要欄読んでくださいで済むのが簡単なんだよな。概要欄で書いてるんでつって、いちいちそれを説明する必要性がなくなるっていうメリットがある。単純に。ゴリパンがゴールド一発だ。誰が見たんだけど、マジありがとうっていう時マジダンダンっていうの。マジありがとうって言わないよね別に。マジありがとうはマジありがとうだね。ありがとうの時ダンダンって言うだけで。跳ね返れ。ああ跳ね返ってるけど、スペックじゃもう無理なんや。まあそうだね、それはもうそう。概要欄を充実させて何もコメントできないようにしよう。やばすぎる。ニエトのチャンネル。なんかスマ界の昔和骨ダンダンが流行ってて、それの由来でなんかもうそうなっちゃったんだよな。その和骨ダンダンの響きがもう好きすぎて、もうずっと使ってるだけだからな俺。その俺が和骨に対して和骨ダンダンっていうのを、まあ、島根の方言なんだけどさ、概要欄にも書いてる通りありがとうっていう、和骨ありがとうございますっていうところが和骨ダンダンで済むんだぞ。和骨ありがとうございます、ありがとうございますの8文字、8文字が4文字に半分に省略されるというこの便利さと、この響きだんだんっていう2つの意味でね、もう慣れちゃって、今さら和骨ありがとうございますなんて言えないよ。和骨だんだんなんだよ。だからあ、横島ですね、分かっています、もう刺しました、無理でしたね。業界のことをりょって言ってそう。いや俺 LINE で結構りょって言うわ。俺 LINE で結構りょって言う。はい、分かっていた、そのばかり。いやいや、ギャルかな、ギャル関係ある。ダッシュしてこい。知らんか。激朝まとめ再生概要欄にコピーね。それそういうのもあるの。あ、リョね。リョがギャルってことね。え、でもリョはゆくね、普通に便利じゃね、リョって。ごめんなさい。すまんはす、いやすまんはすまんでしょ。
ごめんなさいとか、まあでも謝るときはなんかあれによるね、なんかさすがになんか重いときにすまんじゃなくときは使わんけど、普通にごめんなさいは言うときあるし、え、マジで持続の、あ、死んだぞ。言わん言わんか。ニエトのチャンネル。なるほどねーよ。なあほーみたいな感じ言うときあるけどね。なあほーねみたいな。それはわざとだろ兄貴。さすがに、ああなるほどねーはアナルはわざとすぎるだろ。兄貴が分かってて言ってるだろそれ。このカードね、ドンキー側がきついんですけど、きついと言われがちですが、いやまあきついんだろうけどね、普通に。ちょっと俺がタイゼロ様というものを見せてやろう、みんなに。あ、待ってあ、見せれないかも。まずジャスが。え？9% でね、ゼロサム相手にね、ガキ際で絶対にね、ガード離しちゃいけん。クエのフリップで死ぬとき。安くね？相手のベーク変悪くなかった、さすがに。せめてあーなる。いやそれもやばいから。せめてとかないから。当たるか。うん、空中なんでね。おい、いや当たったと思った俺。おい大必要なしっていうか、相手がまあマジで見せた気がするけど、さすがに、うん、さすがにね。